はい、それではこのトリガー続きやっていこうと思うんですけど、あ、またごめん、ちょっと一回ね外に出ちゃったからね、また戦闘になっちゃいましたね。どうしよう、三高がもう打てない。はあ、技岩石に投げ、よいしょ、やっぱり鳥を下ろす。あ、ミスした。なんだ、あんまり安定しないのかな。怖い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 。ああ、これが本当にやだ。やだー。あ、強い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 。エマールが、アイス画とか使えばよかったね。アイス。MP ナッシングきついわー。それどっかでね回復ができると信じてるんですけど。お、なにこれ、氷河投げだって。面白い。どっから行くのが正解だ。あ、行き止まりじゃない。あ、アイテムだ。あ、プラチナメット。お、ちょ、いいんじゃない。ちょ、装備装備装備。あ、上がるじゃん。シャインヘルム買わなくてよかったなあ。トリケラカブト、ちょっと待ってよ。これ装備できたんだ。装備させとこう。ちょっと女の子たちは装備がねちょっとかわいそうなんですけど、でもお金がねあんまりないんだよね。1万5000円でしょ。どっかでいいやつをつけてあげたい。あ、また出たな、この鳥ども。よし、マールアイスが行くか。はい、ドゥーンドゥーン。あ、強っ。やっぱ崖なんだよな。オッケー。行き止まりか、こっち。行き止まりで、これ敵だよね。あんまり絡まないようにしていこうかな。あ、何？あ、新しいやつだ。え、前出たっけ。あんま覚えてないや。あ、でも弱い弱い弱い。いけるいける。イエーイ。はい、じゃあいきますよ。あ、なにこれ。あ、おお、生物回復ができる。もしかして嘆きの山の賢者様。なんかセーブポイントの色がなんか違うんだけど、ブルーだったっけ今まで。なんか緑だったような気がするんだけど。フィルター使おう。よし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 。こっちは誰だ。おお、強い。マール2消費 MP 半分だから結構打ち放題ですからね。ナイス。あ、カーバコ。おお、ない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 。4匹か。そこまで強くないから通常攻撃でいけそうだな。よいしょ。いやね、バトル爽快だからいいよね、クルノトリは。
なんかね、私ね、なんか1回のバトルがね、長くなるゲームって苦手なんですよね。で、あとなんかすごい慌てちゃう系。だからなんかアクティブタイムバトルも、正直あまり得意じゃないです。だから FF はね、すごいストーリー好きっていうか魅力的だと思うんですけどね、これバトルシステムがね、なかなか慣れなくってね。で、ここに戻ってきた。で、ここに宝箱が、FF15 もね、なんかね、もうなんか忘れ去られた時ぐらいにやりたいなと思ってるんだけど、でも私絶対積むもんな、ほんと戦闘がね難しかった、私バカだからあれでもあれも慣れるんですかね、戦闘慣れました、15のやった人 FF ね、最初は慣れないけど全然大丈夫になってくれよってご意見があったらね、ちょっとやってみようかなと思いますけど、よし、ラピス、でここからもいける、はい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 、痛い、お前ら、え、こいつもしかして強い？おお、これはちょっとガでいくか、ガで。ズン、ズン。よしよしよし。おお、もうマル強いわあれ、なんかこっちが正解ルートっぽいの。ああ、で、上に宝箱ある。ちょっとあれ取りに行こうぜ。取るの忘れちゃった。また敵出てきたりしないよね。そっか、こう無駄に遠いルートって言いますか。で、ここか。ここよ、ここ。うわー、何だ。あー、プラチナベスト、プロテクトボール。うん。プラチナベスト。上がるねー。プロテクトボールっていうのは道具かな。あ、道具だね。物理ダメージの3分の1をカット。あ、いいじゃん、これ。ちょっと今度のボスね、なんかアイテムちゃんと使いたいところですが、どうしてもなんか納金だからさ、補助アイテム使うの忘れるんだよね。なんか、ドラクエとかだと、いや、割と補助アイテムをボン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 使うんですけど。よしよし。で、こういって、お、出たな。誰だ。あー、数が多いである。よいしょ。あ、間違った。あ、やばい。あ、ガを使うつもりが、あ、やばい。あー、やられた。これ間違った。やっちまったよー。あ、干しちゃった。よいしょ。よし、じゃあここから先に行くんだな。でこう行って、敵がいるけど、なに、あー、こいつらか。ハイエーテルとバリアボール。なんかめっちゃバリアボール拾うんだけど、これなんだろうな。あー、やっぱ戦闘になるよね。どうしよう。回転、あ、乱れ斬り、敵単体に4連続攻撃、高嶺の花4連続。ちょっとやってみようか。めちゃめちゃ来るけど、お、これ色仕掛け、色仕掛けは気になるな。これは敵単体にウフンアイテムをもらう。ちょ、ウフンしてみよう。
あ、なるミスるのか。あ、やばい。あ、なになに、緑吹雪こんなやばピー。ちょ、アイテムで万能薬で丸まじろキック、よし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 。あ、よかった、そこまで強くないね。混乱が嫌だったな。また混乱する。あ、よしよし、ナイスナイスナイス。まあ、あとは通常攻撃ボコボコやろう。よし、お、3000だってお金。うまし。あ、まだいるな。宝箱守ってるな、いやらしいやつだ。ん？ 2 つもあるし、あれは取りたいね。あ、こう行く。ちょっと待って、1回回復しようか。技。手ある。よし。あ、いけない。なんだと？あ、で、ここか。あ、よしよしよし。あ、なんかめちゃめちゃ出てきた。なんだが、こう、高嶺の花ってやつがすごい厄介だから早く倒しちゃいたいね。よいしょ、丸まじをキック。回復をする。よし、やった。さあ、開けましょう。シェルターとプロテクトボール。あ、なんか回復ポイントあった。あー、なにこれ、最後の敵。あ、なんだこいつらか。木の帽子？装備品かな？アイテムかな？アイテム。あ、違う。装備品っぽいな。装備できる。あ、あーっとだだだだだ。ストップ、スロー帽子。あーあ、ぼやか上がるし、マル回復で大事だから。マールにつけさせておきましょうか。ストップとスロー耐性。ハイエーテル。これ絶対先ボス戦なんでしょ、これ。あ、なんか、なに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 、ボボボボボって言ってんだけど、あ、これ、でっかい檻か？見て、消えてゆくわ。あ、強そう。ピー。ねえねえ、あ、アーム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 。火。ちょ、強いんだけど、何こいつ。ちょっと待って、ちょ。お、強い。ちょ。かけ噛みつき、ちょっとアームから行くか。こういうのはなんか手からやった方がいい気がする。で、あ、どうしよう。オーラ、ケアルか。ケアルだな。ちょっと全体回復がないのが痛いところですけれども、乱れ切り、アーム、ヒカゲカメツキ、次左をやろう。ガブガブ。ウォーターライズ、水。お、あんま効かないよー。よいしょ、ケアルをしよう。よいしょ、
左切り、よいしょ、これしばらくしたらなんか手復活しちゃうとかそういうのないかな、大丈夫かな。ちょっとギガガイアに変えて、あ、手だけ残した方がいい、一本だけ残した方がいいとか、あ、アームにヘッドを回復、あー、やっぱりこれアームからやらないとダメだね。でもそこまでなんかマイナスはこむらない感じだけれど、あれかな、ヘッドを攻撃すると右手で回復をしだすのかな、よいしょ、あ、そういうわけでもない。じゃあちょっと腕一本残しておこうか。ウォーターライズ、あんまり水の攻撃は効かないから、よし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 、ケアルして、乱れ蹴りめっちゃ強いけど MP お化けだな。どう、あ、ないねー、あ、よかったよかったよかった、いや大丈夫。ミドルエーテル、ミドルエーテル使おう。よいしょ、あ、なんだなんだ、あー回復しちゃうのね、なるほど、復活しちゃう。ちょっと待って、アイスがして、で腕を一本、崖が効くな、ちょっと待って、ってことはサンダガも効く、突貫みつき、アーム、あー魔法がいい感じだね、ガブガブ、お、よしよしよし、お、腕やったぞ。これはちょっと攻撃でいこうか、ガブ、岩石投げ割と失敗するから怖いよね。よし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 、でも連携技いってみます、エイラちゃんとムンちゃんの愛の連携、よいしょ、連携、なんか いいのあるかな、ドリルキック、はやぶさ切り、お、敵横直線に全力ムーン投げこれは敵単体にサンダーカメツキ、ちょっとこれやってみよう、これなんか何回か使ったことあるか、ガブ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 、お、強い、やっぱあれなんだな、連携なんだな。ちょっと待ってね、腕が回復したら崖を打とう、よし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 、じゃあアイスがいきます、いたたたた、ちょっと待って、ヒカヒカみつき、アーム、これ痛いよね、おお、サンダーはして、ちょっと待って、腕やるまでちょっとこうやって頑張るか、よし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 、1本やったから回復しよう、ウォーターライズ、竹かみつきをギガガイアにやって、あ、よし、あ、倒した、やったー、わーい、よかったよかったよかった。やったー。経験値3000、うまっ。
じいちゃん。あ、じゃあボッシュのじじいか。ボッシュのじじい。いかにもわしはボッシュじゃが、さてどうしてわしの名をお前さんたち会うの初めてじゃぞ。あれ、さてね、ボッシュってもしかして賢者なのか。あれだよね、グランドリオンを復活させてくれたおじいちゃんだよね。それ女王は海底神殿の計画はどうなった、お前さんたち何か知らんのか。まあそうか、女王の心はすでにそこまで。魔人機が吸い上げるエネルギーを大きくなればなるほど女王は正気を失っていた。海底に眠る不死の神ラボスに女王は人としての心を食われてしまったのじゃ。まあここの封印を解いたため山が落ちるぞ、急いで降りるのじゃ。な、嘆きの山が。ママ、お山が落ちてくるです。ね、うまいことこの海の方までそれて大丈夫かな。ラボスは海底でこの星を食べながら眠っておるのじゃ。魔人機を海底まで下ろせばラボスそのものを目覚めされてしまうかもしれない。手遅れなんのうち、なんとかせねば大変なことになるぞ。長老、サラ様がおいでです。何、サラが。あ、サラちゃん、また会えたね。サラ様、なぜこのようなところに。なぜ。やめてください、我ら控えのためも元はあなたたちと同じ、私たちはラボスの地下に踊らされたように過ぎないのですから。汚いところ。ボッシュ、嘆きの山が落ちたのでここに来ればあなたに会えると思ったのです。宮殿を出たりして大丈夫なのか。それどころではありません、海底神殿が完成してしまったのです。間に合わなかったか。しかし私がいなければ魔人機は動きません。私はもうこれ以上魔人機を、天への道を開いておきました。早く女王、母を止めてください。そこまでにしていただきましょうか。あ、預言者か。違う、こいつか。ダルトン。ダルトン。動かしてもらわなくっちゃ困るんですよね、サラ様。ダルトン、お主の好きにはさせぬぞ。ジジイは説教臭くてたまらんね。黙っちまいな。あー、ぐはさ、一緒に海底神殿降りてもらいますよ。邪魔するとサラ様の命は。姉上。あー、たく女王の血を引くガキはどいつもこいつも気が強くていけない。おっと、お前たちも手を出すな。俺は女王など少しも恐れちゃいない。こんな小娘の首などいつでも跳ねてやるぞ。さて行きましょうか、サラ様。優しいお母様、あ、お母上がお待ちかねですよ。こいつ、マジか、気になるな。ボシュ、大丈夫じゃ。なんとしてもサラを救い出さねば大変なことに。無茶です、いかにボシュ様といえど。だがこの計画が実行すれば全ての人間や全ての生命が危機にさらされる。あ、お主たちがいてくれるというのか。すまない、何も知らぬお前さんたちに何から何まで。ジジイ、赤石使ってムーたち助けた。今度エイラの番。な、何。さあ急がなきゃな。待って、これを持ってよけ。こいつは魔人機と同じ赤き石のかけらで作られたものじゃ。これなら魔人機を壊せる。あ、赤きナイフ、ありがとうございます。これ赤きナイフは装備品なんでしょうか。はい、あ、装備でいけるかな。あ、さすがに持てませんのか。紅の剣、あ、装備品じゃないっぽいね。よし、じゃあじゃあ今回ここで終わりにしようかな。はい、ちょっと上に出て、あ、回復したいな。回復どこだったっけ。あ、やっぱり MP がない。あれ、こんなところあったっけ。あ、
で、ここに出れる。マイカ、じゃあちょっとね、今回ここに、ここで終わりにしておこうと思います。はい、天空で待つ者は。じゃあ次回はちょっとサラちゃんを助けに、ね、海底神殿に向かっていこうと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。